日本の代表的な港湾都市の横浜市港湾都市は、人や物の流れすなわち旅客や物流を担う交通が、陸上と水上との間で転換する地点に形成された都市。周運に適した海岸、湖岸、河岸において、陸上生活者と水上生活者の両方あるいはどちらか一方によって都市化が進む。流通拠点として発達すれば、陸上と陸上、あるいは 水上と水上等も結ぶ港湾ともなる。港町とも呼ばれる。古代に繁栄した都市の多くが河川や海沿いにあったことからも水域と文明の関係は極めて重要であることがわかる。古代世界では多くの場合陸上交通より水上交通の方が移動速度が速く大量輸送が可能であった。そのため海や河川、 湖に面した船舶の停泊に適した陸地に人々が集中し内陸方面と水上方面とを結ぶ交易市場として発達したそうした集落は都市へと成長して港湾都市と呼ばれるようになった港湾都市の形成されることが多い場所には入江や川口付近、岬付近などが挙げられる港の周辺の水域で 海産物を捕獲することができれば、港は漁港としての役割を果たした。古代から中世にかけての港湾や港湾都市は、いわゆる天然の良港と呼ばれる地形を生かした自然発生的なものが多いのに対し、近世以降になると、埋め立てや掘り込みなどの土木技術を用い、不団を中心に港湾建設が極めて大規模かつ緻密に設計されたものが出てきた。港配置が 商業都市や工業地帯である場合は、港湾は貿易港や工業港としての機能を有し、軍事都市や軍事基地である場合は、軍港としての機能を有した。現代においては、港湾が狭い意味での港としての機能を果たすだけではなく、ウォーターフロント開発や、広配置開発を中心に、市民生活や経済における役割を拡大させ、機能が多様化している。 近年は、英米におけるロンドンやサンフランシスコのように、港湾機能の大半を失いながらも、市民による文化、芸術、観光、情報発信等、港湾都市機能を多様な形で展開している港湾都市も少なくない。シンガポール港、ありがとうございます。